どうもー、ピッピッピッピーででーす。なんと、二つのケーブルテレビに出演が決まりました。よいしょー、イエーイ。どういうことかと言いますとですね、まず、対馬市ケーブルテレビ、そしてもう一つが、ケーブルネット296。こちらはね、千葉の僕の地元の、ケーブルテレビですね。この二つのケーブルテレビに出演が決まりました。まず、対馬市ケーブルテレビの方。こちらはですね、移住者特集ということで、対馬にね、4月に移住してきたんですけど、そこからね、会社で働きながら YouTube やってる。この様子を、まあ、密着して、15分のね、動画にしてくれたそうです。まあ YouTube の方は、この前ね、コメントでもね、言ってくれた方がいたんですけど、伊豆原散策っていう動画に、ケーブルテレビの方が密着してくれて、僕のね、YouTube 撮ってる様子とか。まああとは、どんな思いで移住してきたのかとか、あとは、対馬来てからどうですかとか、いろいろね、インタビューに答えたり。まあ、あとね、仕事の方も密着してもらって。で、僕が普段どんな仕事をしてるのかとか。そういうのをね、撮ってもらいました。普段ね、YouTube では仕事のこととか話さないんで、マジで初公開ですね、今回ケーブルテレビ。僕がね、どこで働いてるとかもね、公開してますので、ぜひ見てください。まあ、番組の作りとしては、まあ、情熱大陸とか、プロフェッショナルとか。マジで。僕でいいんですかって感じなんですけど、そういう感じにしてくれてるらしいです。ありがたいですね。まあ、そういうね、番組に出るのもね、夢だったんで、マジで嬉しいです。まあ、あとね、YouTube の裏側だったりも撮影してもらってるんで、マジでケーブルテレビにね、もう、丸裸にされ、全裸にされてるので、僕のありのままの姿が公開されると思う。ぜひ見てください。で、そのケーブルテレビの放送日は9月23日木曜日の6時半から、すしまる通信という中のどこかで15分間放送されるらしいので、ぜひ見てください。今週の木曜日6時半、ぜひ見てください。でもね、すしま市の方しか見れないんで、そこはね、残念ですね。もっといろんな方に見てもらえるようにね、したいんですけど、すしま市の方限定でぜひ見てみてください。で、もう一つのケーブルテレビ296になぜ出てるかっていうと、そちらはね、僕がメインじゃなくて、僕のお母さんがメインなんですよね。で、僕のお母さんが、去年、本を出しまして。で、その本の内容っていうのが、まあ、子育ても終わり。まあ、介護とかもやったり。まあ、あとね、僕4人兄弟なんですけど、4人兄弟を育てたり。まあ、そういうのが一段落して、50代女性が、これからどうやって生きていこうかみたいなことを書いた本ですね。はい。その本の中でね、なんか僕のエピソードとか、まあ家族のエピソードとかも書いてるんですけど、本の最後で僕がね、編集後期みたいな感じで、ちょっとなんかコメントしてるんですよ。まあそういうのもあって、母親がそのケーブルテレビで本出したとかも関連して取材受けてて、その取材の中で僕にもケーブルテレビの方がインタビューしてくれて、そのインタビューしてる動画が流されます。で、そちらのケーブルテレビ296の放送日は、27日の8時から、来週の月曜日の8時。でも、これすごいのが、次の日から1日3回放送されるらしいです。月曜から金曜だと10時、夕方の5時、8時っていうのを1週間公開されます。めちゃくちゃ流される。ぜひそちらも見てください。こちらね、千葉県の地元の方たちがね、見てくれると思うんで、嬉しいですね。なかなかね、ケーブルテレビ2個、こんな短期間で連続で出る人いないと思う。なんか珍しいことが起きたなって感じですね。で、僕のお母さんの方はですね、ママ遺書書きましたっていう、本で、ネットで検索したら出てくると思うんで、もしね、僕の家族に興味がある方がいい、もうその本読めばね、本当に全部わかると思うんで、ぜひ読んでみてください。はい。以上です。今回は、対馬のケーブルテレビ、そして地元のケーブルテレビ、2つに出演しますという報告でした。ぜひ見てください。この動画はファンタスティックだなと思ったらグッドボタン押します。それでは、バーッ